チェロの弱音器トランペットの弱音器トロンボーンの弱音器弱音器とは楽器の音を弱めるために必要に応じて楽器に取り付けられる器具である。音を弱める目的は音楽的表現としてそれが必要な場合練習の音が周囲に迷惑を及ぼすのを防ぐために必要な場合の二つがある。弱音器はミュートまたは変音機とも呼ばれる。ただし、 ロマンハイコーの楽曲においては、音響の変化よりも音色の変化を主眼とする場合が多い。バイオリン族の楽器の弱ネキは、コマに取り付けられる。用途によって二つのものがある。金管楽器の弱ネキは、管の吹き口とは逆の端の最も太くなっているベルと呼ばれる部分に、ベルから出てくる音を塞ぐようにして、ベルの中に押し込むような形で取り付けられる。主として、 金属で作られる。様々なものが作られ、音色によって使い分けられる。木管楽器の弱音器は、金管楽器と同じような弱音器が開発されたが、側口があるため、音域によっては有効でなく、実用とはならなかった。特殊な場合に、布を楽器に詰めるというようなことが行われる。コルクを詰めるダヤンも、稀に行われる。例としては、ストラビンスキーの、 ペトルーシュカの終盤に、大ーボエにミュートを指定しているところがある。太鼓類にあっては、膜の振動を抑えるために、専用の器具を乗せたり、ハンカチなどを置いたりすることがある。単に練習時の騒音を解決する場合は、トレーニングドラムと呼ばれる、打楽器を模した器具を使う場合や画面をメッシュ状のものに変更したり、ゴムの板を乗せる方法がある。また、電子ドラムを使うことで、 実際の打楽器の音で練習もできる。以下は、騒音解決ではない表現としての手法である。ドラムの音は、アタック音、バイオン、銅なり、余韻などの要素の複合で成り立っている。必要な音を際立たせ、余分な音をカットする目的で、消音器が使われる。例えば、ポピュラー音楽のバスドラムでは、余韻をミュートすることが多い。 マーチングバンドではさらに余韻をミュートし、ほとんど打撃音しか出ないようにミュートしている。弱音器としては、専用の器具を用いるほか、毛布やタオルをバスドラの胴に入れる、ハンカチやティッシュ等をガムテープでヘッドの端に留める、ガムテープ単体でヘッドに貼り付ける、などの方法がある。ミュートする位置やミュート圧によって、どの音域及びどの要素の音をミュートするか選ぶことができる。 シンバルは余韻の長さを変える目的でミュートされる場合がある。弱音機としてはガムテープをシンバルの裏面に貼り付ける方法を取ることが多い。なお、器具によるチューニングではなく曲の途中でシンバルの振動を手で押さえてミュートすることをチョーク奏法と呼ぶ。ペダル参照。ピアノには弱音ペダルという弱音機と同じような機能を持たせたペダルがある。グランドピアノでは ハンマーの叩く位置を右に少しずらせることによって叩く弦の本数を減らし音を弱め柔らかくする。アップライトピアノではハンマーの待機位置を弦に近づけることによって鍵盤からの打鍵エネルギーを伝わりにくくする。後者は全く音色に影響を与えないため文字通りの弱音きということができるであろう。このペダルは後にファジオリ社がグランドピアノに組み込んでいる。 楽器の音が騒音となることを防止するため、夜間練習用などとして、音色をなるべく変えずに音を極めて弱くする弱音器が開発されている。アップライトピアノで3本のペダルがあるものの多くは、中央のペダルがこのためのものとなっている。これは、ハンマーが直接弦を叩かないようにフェルトを挟むような構造となっているものである。このペダルはもともと、 コルテピアノにあった機構を流用したものである。イタリア語で、弱ネキを、掃除のという。したがって、イタリア語で、弱ネキを装着する指示は、今掃除の外す指示は、センサ掃除のと書く。状況によって、イタリア語以外の言語で書かれることも多く、英語では、弱ネキをつける指示をミュートと書くか、弱ネキの種類により、カップミュートのように具体的なミュートの名前を書き、 外す指示をオープンと書く。ドイツ語では装着する指示をミッドダンプファー。外す時をオーネダンプファーと書く。なお、ピアノの弱音ペダルは踏む指示がイタリア語でウナコルダ。話す指示がトレコードである。流コードと踏む加減を示した表示もあった。ありがとうございます。